クリミア大橋へのウクライナ軍の攻撃が激化する中、ドネツク州南部のウロジェイネでロシア軍をついに撤退させたとの情報を入手したよ。ロシア本土でも爆発やドローン攻撃など激増しているし、ロシア人自体が海外へ出国しているからな。このままだとプーチンの終わりも近いと思うぜ。そうだね。さて今回は、ドネツク南部ウロジェイネの戦闘について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍が反転攻勢を仕掛けている戦線の一つ、ウクライナ東部ドンバス地方のドネツク州南部を流れるモクリアリー川沿いの戦闘では、スタロムリニフカの北にあるウロジェイネをめぐる攻防戦が激しくなっていることが伝わっているね。8月12日にスタロムリニフカ方面のロシア軍に従軍しているとみられる軍事特派員が、ウロジェイネをめぐって激しい戦いが続いているとして、ウクライナ軍は小編成の部隊を最前線で活動させてロシア軍砲兵部隊による反撃を誘い出し、その位置を特定した上で叩き本隊を我が軍の陣地に送り込んでいると、ウクライナ軍のこの地域における戦術を報告したんだ。そしてこの特派員はさらに、このウクライナ軍が実施している戦術は、砲兵部隊が自由に攻撃できるように優勢を保っている場合のみ可能なもので、我が軍がこの状況を打開できなければウロジェイネを失うかもしれないと指摘して、モクリアリー川沿いの戦い全般においてロシア軍は不利な状況に置かれているとして戦線が破られる可能性を示唆したぜ。さらに12日の夜にもこの特派員からの報告があり、ウロジェイネはウクライナ軍によって奪還されつつあって状況は極めて我が軍に不利だとして、敵はウロジェイネ集落内にある村役場にウクライナ国旗を掲げようとしたものの、我が軍砲兵部隊から砲撃を受けて撤退したとしながらも、ここまでウクライナ軍の攻撃に耐えていたのにかかわらず、ここに来てウロジェイネ集落を失うのは痛恨の極みであり、我が軍が敵を押し戻すことに期待しつつも、この苦しい戦況を現実的に受け止める必要があると述べていることから、ウロジェイネが解放寸前の状況にあるのはほぼ間違いと見られているな。インターネットや SNS に上げられている動画や画像などの視覚的に確認できる情報によれば、ウロジェイネの集落の中心部をウクライナ軍の戦車などの装甲戦闘車両が走行していることが確認されているよ。その他にも、ウクライナとの戦争にロシア側として参戦しているルシッチ、ドネツク州の新ロシア極右主義者で構成された破壊工作や攻撃偵察を実施している集団が13日、ウロジェイネは残念ながら放棄されたとウロジェイネの集落からロシア軍が撤退したことを告げているんだ。ルシッチによると、ウロジェイネの集落の防衛に失敗したい原因はロシア軍第36軍の兵士たちの戦闘意欲が欠如していたためであると指摘し、所属する第37旅団の戦車大隊は、ウロジェイネを支援せよとの命令に対して、出動しても敵に破壊されるだけだと主張して、ウロジェイネでの歩兵部隊支援を拒否し、同旅団の歩兵部隊もまたウクライナ軍の攻撃に対抗するだけの戦力が足りないと主張して、10日までに集落の東側にある防衛に適した森林ゾーンから撤退してしまったと、ロシア軍の戦意が欠如していることを指摘して非難しているみたい。そしてさらに、第37旅団は実際には旅団の半数以上が後方から出てこようとしないのは、酒を飲むのに忙しいからなのではないか?と皮肉を交えながら報告しているんだって。また、さらにロシア側からの情報発信が続いていて、13日にはウクライナ海軍歩兵部隊の第35旅団と第37旅団が同陸軍の第55砲兵旅団と第1戦車旅団の支援を受けながらウロジェイネの北部に陣地を築いたとしながらも、一部のロシア側情報からウロジェイネからロシア軍が撤退したとの報告が伝えられているが、我が軍は依然としてウロジェイネの南部分を維持しているとした上で、ウクライナ軍司令部がウロジェイネの完全支配を確立せよとの命令を現地部隊に発しているとして、今後このウロジェイネ集落をめぐる戦いが激しくなっていく可能性が高いと主張したぜ。このロシア側からの情報が示唆している現在の最前線の位置は、ウロジェイネの東側で抵抗を続けていて突出部となっていたロシア軍部隊が後退し、集落内でも両軍が入り乱れているグレーゾーンになったとして、
ウロジェイネ集落をロシア軍が支配できていないことを示しており、動画や画像などの視覚的情報からもウロジェイネの中心部付近でウクライナ軍の戦車が、ロシア軍に向けて発砲する様子が見られたほか、集落の真ん中を北から南に貫いている大通りでウクライナ軍の装甲車両が進軍している様子や、集落の東側にあるとされるロシア軍陣地に対して、ドローンから爆弾を投下して攻撃している様子のほか、アメリカから供与されたクラスター砲弾によって、ウロジェイネの南にあるザビトネバジャンニャからウロジェイネに向かって徒歩で移動しようとした、小隊規模のロシア軍兵士を攻撃する様子なども確認されているな。ここで注目すべきは、これらの情報がいずれもロシア側から発信されたものであり、ロシア軍がドネツク州南部からアゾフ海にある港湾都市マリウポリに通じる、モクリアリー川沿いの戦線において押されており、ウロジェイネがもう間もなくウクライナ軍によって奪還される可能性が高いとされていることだろうね。このことについて、これまで同じドネツク州のバフムート近郊の戦況を毎日ように戦況を上げていたウクライナ側からは特段の情報はなく、わずかにウクライナ軍のタルナフスキー司令官が12日に、タブリダ地域ザポリージャ州やヘルソン州とクリミア半島などを含む地域において、解放した領土があるとしているが、その詳細については明らかにしていないなどほとんど沈黙を保っていたんだ。しかし、14日になってウクライナのマヤル国防次官が、我が軍はウロジェイネで成功を収めたことを明らかにしたほか、15日にはウクライナ軍参謀本部がそれを受けて我が軍はウロジェイネでの成功を収め、押し上げた前線を固めつつあるとしているが、いずれもウロジェイネを奪還して解放したとは伝えておらず、集落の周辺では戦闘が継続しているものと思われるぜ。しかしロシア側からはウロジェイネを失ったとする情報が発信されていることから見て、ウロジェイネがウクライナ軍の勢力下にあることはほぼ間違いないとの見方が広がっているみたい。先出しのロシア人軍事特派員が14日に、我が軍はウロジェイネでの敗北を急いで認めなければならない理由は全くなく、現地司令部では現在のこの複雑な状況を打開する手段を講じている最中であると述べ、現在のウロジェイネ周辺の地域の空はドローンや砲弾、それらによる爆発で発生した煙で覆われており、互いに少しの休息を取った後に再び激しい戦いが再開されるだろうとしていたけど、15日には両軍とも持てる全てを昨日の戦いに投入したために、現在は束の間の静寂が生まれていると改めて戦闘が小康状態になっていることを伝えた上で、我々はウロジェイネをウクライナ軍に譲ったが、敵がウロジェイネを占領するために投入した戦力の大部分を粉砕して消耗させたと主張して、ウロジェイネがウクライナ軍によって奪還されたことを認めつつも、ウクライナ軍に多大な損失を強いたことを強調しているんだ。このロシアの特派員の報告には動画や画像などの視覚的な証拠がなく、ウクライナ軍にどれほどの損失を与えたかの確証はないが、ウロジェイネの集落からロシア軍が撤退してウクライナ軍が奪還している状況を認めていることが西側の関心を集めているぜ。また、一度はウロジェイネから撤退したロシア軍は、体制を整えて攻勢に出る準備をしているのではないかとの見方も出ているが、これまでのこのようなケースでのロシア軍の動きを見てきた限りではその可能性は低いとする声が多いな。ドネツク州南部での前進は反転攻勢が開始されて以降、ウクライナ軍は強固な防御陣地にこもるロシア軍の抵抗を排除しつつ、高密度に設置された地雷原を処理しながら遅々とした歩みを見せているが、やがて訪れる二度目の冬までに、どれほどの国土を奪還できるかが注目されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ロシア軍が先に使用したとされるクラスター砲弾がウクライナにも到着したみたいだね。ロシア国内では敗戦ムードが流れ始めているらしいが、その結末はどうなるんだろうな。そうだね。さて今回はウクライナ軍がマリンカでやったクラスター弾攻撃を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年7月20日のアメリカのワシントンポスト紙において、
ウクライナ軍の反転攻勢作戦の大きな障害となっているロシア軍の強固な防御陣地を無力化するために、ウクライナ軍はザポリージャ州などの南東地域においてアメリカから提供されたクラスター砲弾の使用を開始したと報じたよ。その中でウクライナ当局者はあくまでもロシア軍の塹壕を破壊するために使ったものであるが、この先、東部バフムート周辺でも使用される見通しであると主張したようだね。ウクライナ陸軍のタルナフスキー准将が先月の13日時点ではまだクラスター砲弾を受け取ったばかりで使用していないが、戦況を根本的に変えることができると語っていたほか、シルスキー陸軍司令官も、アメリカから供与されたクラスター砲弾は数日以内に使用できるだろうと言及していたんだ。また、アメリカ国家安全保障会議 NSC のカービー戦略広報調整官が7月20日の記者会見で、ウクライナ軍がクラスター砲弾の使用を開始したと明らかにしており、軍事関連ブログなどではドネツク市の西にあるマリンカ付近の戦線で、アメリカから供与されたクラスター砲弾が使用された視覚的な証拠があると記されているぜ。さらにカービー戦略広報調整官は、ウクライナ軍からクラスター砲弾を使用したとの報告があったことを明らかにした上で、ウクライナ軍は非常に効果的、かつ適切にクラスター砲弾を使用していると説明したな。ウクライナ政府は都市部に対するクラスター砲撃はしないとして、民間人への被害リスクを最小限にすることをアメリカ政府に対して誓約文書化はしているね。クラスター弾とは収束爆弾とも呼ばれており、収納容器となる大型の弾体の中に数百個の子弾が入れられている親子弾のことを指し、目標付近で親弾体から広い範囲に子弾が散布されて、その範囲内において無差別に物を破壊しつつ人間も同時に殺傷するものなんだ。子弾とは小型の爆発物のことを指し、それ一つで鉄筋コンクリート製のビルや統治家のような強固な建造物に対する破壊力は低いものの、一度の使用で広範囲に子弾を散布できるため、単弾頭の爆弾や砲弾で攻撃するよりも広い範囲に被害を与えることが期待され、面を制圧する際にとても有用な兵器ってわけ。一部のマスコミや軍事専門家などの間で、クラスター弾は遮蔽物のない快活した地域において兵士を殺傷するくらいしか使いようがないので、ウクライナ軍の反転攻勢のサポートにはならないのではないか?とする意見が出ているが、それはクラスター弾への理解が足りないと思う。クラスター弾の子弾と一重に言っても様々な種類の弾頭があり、例えば、攻撃対象が歩兵や軽車両の場合は小型爆弾の他に対人地雷押し弾として搭載するタイプがあるからな。他にも装甲戦闘車などを攻撃対象として開発されたものもあり、米軍には対人対装甲車両用の小弾が202発搭載されている CBU-87B や、戦車より厚い装甲を持つ車両を攻撃目標とする対装甲用小弾が18発搭載されている CBU-97B、対装甲用成形作薬庫弾が247発搭載されている CBU-59 ロックアイニなどもあるぜ。最後の対装甲用成形作薬庫弾とは、戦車の装甲が薄い車両上面に破壊効果を発揮するために適切な角度で接触して起爆するように、リボン小型パラシュート羽などが取り付けられており、目標に対して弾頭を垂直に保ちながら落下するよう設計されているな。このようにクラスター弾は、対人兵器としてのものだけでなく装甲車両への攻撃や、使い方によっては塹壕に潜む兵士を陣地ごと破壊して殺傷できるものもあり、通常の爆弾や砲弾などと比べて重量に対する制圧面積が広いことからも、総合的に費用対効果が優れていて、かつ地上部隊に対して短時間で面的制圧を実施するにはとても有効な兵器だね。しかし、対戦車用の成形作薬弾型などは、指向性が強い小弾で弾頭部が下を向くよう小型パラシュートなどで落下姿勢を維持すると説明したが、これが原因で落下速度が弱まって接触しても信管に十分な衝撃が加わらずに不発弾となってしまう場合や、あるいはパラシュートの紐が木や建物に引っかかって不発となる場合もあり、対装甲車両地雷や対人地雷の場合は爆発するまで生き続けるため、戦闘後も民間人を殺傷する兵器として非難されるんだ。
個弾の種類や性質運用状況によっても不発弾の発生率は 40% 近くにまで達することがあり、今回ロシア軍が使用したクラスター弾の不発率は 30% から 40% にも上るとされた一方で、ウクライナ軍が使用した旧ソ連製クラスター弾の不発個弾もウクライナ国土に多く残されているだろうと考えられているよ。そして、アメリカがウクライナに提供したクラスター弾の個弾の不発率は 2.35% 以下に抑えられているらしいが、それでもウクライナ軍がたくさんのクラスター弾を発射することで、不発個弾がロシア国土にも残されるに違いないよね。戦後も民間人に危害を加える可能性が高いクラスター弾に対して、2006年にベルギーがクラスター爆弾を禁止する法を制定すると、2007年にはクラスター爆弾禁止に関する国際会議がノルウェーの呼びかけによって首都オスロで開催され、49カ国が参加したこの会議では、参加した46カ国により2008年中に、クラスター爆弾の使用製造移動備蓄の禁止条約を実現させることを目的としたオスロ宣言が採択され、2008年12月にクラスター爆弾禁止条約通称オスロ条約が発効して、現在までに日本を含む100カ国以上が批准しているぜ。当然ながらロシアもウクライナもオスロ条約に批准しておらず、ウクライナにクラスター弾を提供したアメリカもオスロ条約を批准していないな。ウクライナ軍は現在ロシア軍が構築した塹壕などによる強固な防御線によって進軍が遅れている南部戦線だけでなく、昨年から激戦が続くバフムート近郊やロシア軍が攻勢に出ているルハンシク州の戦線などでもクラスター弾を使用していくようだね。その戦線の一つであるバフムートに関して、イギリの BBC 放送がシルスキー陸軍司令官とのインタビューを放送し、彼のバフムート奪還への考えが明らかとなったよ。まずはじめにシルスキー司令官は、バフムートの戦いで我々は多くの同志や兵士を失い、町の奪還は名誉の問題である。バフムートは廃墟になってしまったが、我々は取り戻さなければならないという決意を語っていたよ。この発言に対してインタビュアーが、西側諸国の軍事専門家の間でバフムートの戦略的重要性が低いと指摘していることを伝えると、同司令官は私はバフムートが戦略的に重要ではないという主張に同意できない。バフムートはドネツク州各都市の道路網状の要衝であり、周囲の高地とともにロシア軍を食い止めるのに、重要な役割を果たしていると述べ、逆にその地をロシア軍に完全に明け渡した場合、その次の攻勢につながる恐れがあると指摘したな。そして、現在もバフムートを固守するロシア軍が半包囲状態となっているため同地の奪還を急ぎつつ、ドネツク州南部やザポリージャ州にロシア軍が新たな戦力を投入できないよう引きつけて消耗させるという、これまでの戦略をさらに継続させる狙いがあるのではないかとの見方もあり、どちらにしても完全にイギリスやアメリカの戦争長期化作戦の思惑通りとなっていると言っても過言ではないだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年6月初旬に開始されたウクライナ軍の反転攻勢作戦は、昨年夏から激戦が続いている東部ドンバス地方ドネツク州のバフムートでも展開されているね。ウクライナ軍はバフムートを徐々に包囲しているようだし、戦況はウクライナに有利になりつつあるみたいだな。そうだね。さて今回はそんなバフムートでの補給路遮断の動きについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。このドネツク州内の交通の要衝である都市には昨年から、ロシア正規軍ではなくロシアの民間軍事会社、ワグネルの戦闘部隊が中心となって攻め寄せており、守備していたウクライナ軍は粘り強く守っていたものの、ワグネルがロシア国内の刑務所で募集して編成した囚人部隊を肉の盾とする、犠牲を厭わずなりふり構わない猛攻によって、次第に市街地から西方に後退させられていたのであるが、その後はグネル戦闘部隊が撤退してロシア正規軍に入れ替わるも、正規軍はここまでにベテランの士官や兵士を多数失い、予備役動員兵などが中心の部隊が中心であったとみられ、ウクライナ軍が次第に盛り返しつつあったんだ。
そこへ南部ザポリージャ州方面を中心とした反転攻勢作戦が始まったため、それに呼応する形で、バフムートでもウクライナ軍が市街地近郊の南部と北部でじりじりと攻勢に出ていて、特に南部ではクリシェイフカ方面にて、ウクライナ軍の攻勢が強くかなり優勢となっており、クリシェイフカの南にあるアンドリーフカやクルジュミフカなどにも、ウクライナ軍部隊が進撃していて、クリシェイフカの集落にウクライナ軍が到達したことが伝えられて、すぐさま占領したとの情報があり、バフムートの南部近郊地域では、ウクライナ軍が戦線のイニシアティブを握っていると見られていたってわけ。ここまでのバフムートをめぐる戦闘の中で、ウクライナ軍にも相当の損害が生じていたのであるが、攻撃側のロシア軍の損害はその比ではないとされ、何千、何万ものワグネル戦闘員や正規のロシア軍兵士、新ロシア派武装勢力のメンバーがこの廃墟と化した町で命を落としたとされているが、それはバフムートに展開していたウクライナ軍の防衛部隊は戦いながらゆっくりと後退することで、バフムート攻略にこだわるロシア軍をこの地に引きつけて可能な限りの損害を与えて、損耗させていたためであったぜ。バフムートはドネツク州内で実際に周辺各都市につながる幹線道路が交差し、鉄道路線においても要衝であったことに間違いはないのであるが、長期間にわたるロシア軍の攻撃によって、市街地はほぼ廃墟と化し、たとえロシア軍が占領したとしても軍事拠点としての価値をほとんど失っていたことから、町を死守しようとするウクライナ軍に対して西側諸国の軍事筋も、損害を抑えるために撤退して放棄すべしとの見方が主体となっていたな。しかしウクライナ側は、バフムートを死守することが国民に対してロシア軍への抵抗を示す象徴となっている現状を、見過ごすことはできず、また、この地に執着するロシア軍を廃墟となった町に引き入れて殲滅するように攻撃を加えて、ロシア軍をすり減らすことを重視したため、西側諸国からの提言を聞き入れず、市街地からは撤退したものの、その近郊に踏みとどまって戦闘を続けていたってわけだ。そして、ドネツク州南部とザポリージャ州で反転攻勢が開始された6月初旬、それに呼応するようにして、ウクライナ陸軍の第3及び第5強襲旅団と第22及び第28機械化旅団などバフムート近郊に配備されていた部隊は、バフムート市街地のすぐ南にあるノハラと樹林帯を越えて攻勢をかけたんだ。そのうち第3強襲旅団は6月下旬に、ロシア軍正規軍の第57自動車化狙撃旅団に対して攻撃を仕掛け、ロシア軍にとって重要な防御陣地の一つであるドネツドンバス運河を越えてさらに東に後退させたみたい。そして、第5強襲旅団と第22機械化旅団はクリシェイフカ攻略に重要な地点である西側の高地へと進軍したが、この動きについてロシア軍に従軍していたとみられるロシア人ブロガーが、ウクライナ軍はクリシェイフカに隣接する高台を占拠して、歩兵携帯式対戦車ミサイルシステムや、狙撃兵グループなどを組織して周辺に配備しその地点からさらにバフムート市街地に向けて前進する歩兵らを支援していた、と戦況を自身のブログに報告し、さらに、激しい戦闘が数日続いており、ウクライナ軍の偵察ドローンと自爆攻撃型ドローンがこの局面に重要な影響を及ぼしている、とも書き込み、航空優勢を得られていないウクライナ軍が近接戦闘においてはドローンを多用してそれを補おうとしていることを明らかにしたよ。しかし、ウクライナ軍のドローンによる偵察や攻撃はこの反転攻勢では正直なところあまり機能しているとは言えず、その理由としてウクライナ軍のドローンを操縦する電波を撹乱させることが可能なロシア軍の電子戦能力が一因であるとのとの見方をウクライナ軍当局者が示しているぜ。このことについてはウクライナ空軍のイフナと報道担当者がその理由について述べていて、ロシア軍においては電子戦の研究がより進んでおり、ウクライナ軍に対して優勢であることを認めていて、残念なことだが、この分野において占領者であるロシア軍は我々よりもかなり進んでいると指摘しているな。これはウクライナのテレビ番組における発言で、ドローンについては飛翔してくるそれをいちいち対空ミサイルや対空砲で撃墜する必要はなく、電子戦によって妨害電波を発信して墜落させたりするほか、
欺瞞電波によって西洋乗っ取って目標に突撃させずに楽々と着陸させて奪い取ることが可能だと述べたぜ。そしてさらに、ロシア軍では現在、ウクライナ軍部隊のドローンを用いた作戦を阻害する強力な電子戦システムを、十分なほど保有していて、ウクライナも電子戦では進歩している方であるものの、取り組み始めるのが遅く、もっとより早く開発に着手すべきだったと反省の弁を語ったんだ。この侵略戦争が始まって以来、トルコ製ドローンのバイラクタル TB2 などで大きな戦果を上げているウクライナ軍であるが、その対策としての電子戦においてはロシア軍に一歩遅れを取っていることは明らかで、そのことへの対応が必要となったことが、反転攻勢作戦の進捗を遅らせている理由の一つであると見られているね。その一方で、第3強襲旅団と第28機械化旅団は、さらに数キロメートル南のアンドリーウカに向かって進軍していて、ウクライナ軍参謀本部のアンドリー・コバロフ報道官は7月25日に、アンドリーウカにいたロシア軍が撤退していると主張したぜ。そしてその間、第57自動車化旅団はバフムート市街地の北側からバフムート市内に入る幹線道路の確保を目指して前進していたな。この結果としてウクライナ軍は未だバフムート市街地を占拠しているロシア軍に対する包囲網を少しずつ狭めており、その南側においては同市につながる幹線道路の一本を寸断しており、さらに数キロメートル東にもう一本の大きな道路を目指しているというぜ。バフムートでは南戦線とは違いこれまでのところ、西側諸国からの新型の戦車や装甲戦闘車両によって、新たに編成された機械化旅団は投入されていない様子で、守備に当たっていた部隊が増援を受けて、攻勢に出ていると見られているんだけど、強力だったワグネルの戦闘部隊が、ロシア正規軍と交代してからはこれまでの姿勢から攻勢に転じているね。その状況から考えれば、バフムートにおける反転攻勢は、ここから大きく西に進軍することよりもこの周辺のロシア軍部隊を、南部戦線に行かせないように釘付けにするだけでなく、さらに攻勢に出ることで予備兵力をも呼び寄せて、それらを南部戦線に移動させることなく消耗させることがその使命ではないかと見られているってわけ。つまりはこのバフムートの戦線においては、急いでバフムートを奪還することよりも、緩やかに包囲しながら、ロシア軍を引きつけておき、南部戦線の作戦進捗を助ける助攻的な意味合いを持つとの見方が広がりつつあるんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ軍が反転攻勢を仕掛けている戦線の一つ、ウクライナ東部ドンバス地方のドネツク州南部を流れるモクリアリー川沿いの戦闘について、みんなは知っているかな？ここでは、スタロムリニフカの北にあるウロジェイネをめぐる攻防戦が激しくなっていることが伝わっているな。そうだね。さて今回はこのドネツク州南部でのウクライナ軍の進軍状況について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。8月12日にスタロムリニフカ方面のロシア軍に従軍していると見られる軍事特派員が、ウロジェイネをめぐって激しい戦いが続いているとして、ウクライナ軍は小編成の部隊を最前線で活動させてロシア軍砲兵部隊による反撃を誘い出し、その位置を特定した上で叩き本隊を我が軍の陣地に送り込んでいるとウクライナ軍のこの地域における戦術を報告したよ。そしてこの特派員はさらに、このウクライナ軍が実施している戦術は、砲兵部隊が自由に攻撃できるように優勢を保っている場合のみ可能なもので、我が軍がこの状況を打開できなければウロジェイネを失うかもしれないと指摘して、モクリアリー川沿いの戦い全般においてロシア軍は不利な状況に置かれているとして戦線が破られる可能性を示唆したんだ。さらに12日の夜にもこの特派員からの報告があり、ウロジェイネはウクライナ軍によって奪還されつつあって状況は極めて我が軍に不利だとして、敵はウロジェイネ集落内にある村役場にウクライナ国旗を掲げようとしたものの、我が軍砲兵部隊から砲撃を受けて撤退したとしながらも、ここまでウクライナ軍の攻撃に耐えていたのにかかわらず、ここに来てウロジェイネ集落を失うのは痛恨の極みであり、我が軍が敵を押し戻すことに期待しつつも、
この苦しい戦況を現実的に受け止める必要があると述べていることから、ウロジェイネが解放寸前の状況にあるのはほぼ間違いと見られているってわけ。インターネットや SNS に上げられている動画や画像などの視覚的に確認できる情報によれば、ウロジェイネの集落の中心部をウクライナ軍の戦車などの装甲戦闘車両が走行していることが確認されているしな。その他にも、ウクライナとの戦争にロシア側として参戦しているルシッチ、ドネツク州の親ロシア極右主義者で構成された破壊工作や攻撃偵察を実施している集団が13日、ウロジェイネは残念ながら放棄されたとウロジェイネの集落からロシア軍が撤退したことを告げているぜ。ルシッチによると、ウロジェイネの集落の防衛に失敗したい原因はロシア軍第36軍の兵士たちの戦闘意欲が欠如していたためであると指摘し、所属する第37旅団の戦車大隊は、ウロジェイネを支援せよとの命令に対して、出動しても敵に破壊されるだけだと主張して、ウロジェイネでの歩兵部隊支援を拒否し、同旅団の歩兵部隊もまたウクライナ軍の攻撃に対抗するだけの戦力が足りないと主張して、10日までに集落の東側にある防衛に適した森林ゾーンから撤退してしまったと、ロシア軍の戦意が欠如していることを指摘して非難しているよ。そしてさらに、第37旅団は実際には旅団の半数以上が後方から出てこようとしないのは、酒を飲むのに忙しいからなのではないか?と皮肉を交えながら報告しているんだ。また、さらにロシア側からの情報発信が続いていて、13日にはウクライナ海軍歩兵部隊の第35旅団と第37旅団が同陸軍の第55砲兵旅団と第1戦車旅団の支援を受けながらウロジェイネの北部に陣地を築いたとしながらも、一部のロシア側情報からウロジェイネからロシア軍が撤退したとの報告が伝えられているが、我が軍は依然としてウロジェイネの南部分を維持しているとした上で、ウクライナ軍司令部が、ウロジェイネの完全支配を確立せよとの命令を現地部隊に発しているとして、今後このウロジェイネ集落をめぐる戦いが激しくなっていく可能性が高いと主張したぜ。このロシア側からの情報が示唆している現在の最前線の位置は、ウロジェイネの東側で抵抗を続けていて突出部となっていたロシア軍部隊が後退し、集落内でも両軍が入り乱れているグレーゾーンになったとして、ウロジェイネ集落をロシア軍が支配できていないことを示しており、動画や画像などの視覚的情報からもウロジェイネの中心部付近でウクライナ軍の戦車が、ロシア軍に向けて発砲する様子が見られたほか、集落の真ん中を北から南に貫いている大通りでウクライナ軍の装甲車両が進軍している様子や、集落の東側にあるとされるロシア軍陣地に対して、ドローンから爆弾を投下して攻撃している様子のほか、アメリカから供与されたクラスター砲弾によって、ウロジェイネの南にあるザビトネバジャンニャからウロジェイネに向かって、徒歩で移動しようとした小隊規模のロシア軍兵士を攻撃する様子なども確認されているな。ここで注目すべきは、これらの情報がいずれもロシア側から発信されたものであり、ロシア軍がドネツク州南部からアゾフ海にある港湾都市マリウポリに通じる、モクリアリー川沿いの戦線において押されており、ウロジェイネがもう間もなくウクライナ軍によって奪還される可能性が高いとされていることだろうね。このことについて、これまで同じドネツク州のバフムート近郊の戦況を、毎日ように戦況を上げていたウクライナ側からは特段の情報はなく、わずかにウクライナ軍のタルナフスキー司令官が12日にタブリダ地域、ザポリージャ州やヘルソン州とクリミア半島などを含む地域において解放した領土があるとしているが、その詳細については明らかにしていないなどほとんど沈黙を保っていたんだ。しかし、14日になってウクライナのマヤル国防次官が、我が軍はウロジェイネで成功を収めたことを明らかにしたほか、15日にはウクライナ軍参謀本部がそれを受けて我が軍はウロジェイネでの成功を収め、押し上げた前線を固めつつあるとしているが、いずれもウロジェイネを奪還して解放したとは伝えておらず、集落の周辺では戦闘が継続しているものと思われるよ。しかしロシア側からはウロジェイネを失ったとする情報が発信されていることから見て、ウロジェイネがウクライナ軍の勢力下にあることはほぼ間違いないとの見方が広がっているんだ。先出しのロシア人軍事特派員が14日に、
我が軍はウロジェイネでの敗北を急いで認めなければならない理由は全くなく、現地司令部では現在のこの複雑な状況を打開する手段を講じている最中であると述べ、現在のウロジェイネ周辺の地域の空はドローンや砲弾、それらによる爆発で発生した煙で覆われており、互いに少しの休息を取った後に再び激しい戦いが再開されるだろうとしていたが、15日には両軍とも持てる全てを昨日の戦いに投入したために、現在は束の間の静寂が生まれていると改めて戦闘が小康状態になっていることを伝えた上で、我々はウロジェイネをウクライナ軍に譲ったが、敵がウロジェイネを占領するために投入した戦力の大部分を粉砕して消耗させたと主張して、ウロジェイネがウクライナ軍によって奪還されたことを認めつつも、ウクライナ軍に多大な損失を強いたことを強調しているぜ。このロシアの特派員の報告には動画や画像などの視覚的な証拠がなく、ウクライナ軍にどれほどの損失を与えたかの確証はないが、ウロジェイネの集落からロシア軍が撤退してウクライナ軍が奪還している状況を認めていることが西側の関心を集めているな。また、一度はウロジェイネから撤退したロシア軍は、体制を整えて攻勢に出る準備をしているのではないかとの見方も出ているが、これまでのこのようなケースでのロシア軍の動きを見てきた限りではその可能性は低いとする声が多いみたい。ドネツク州南部での前進は反転攻勢が開始されて以降、ウクライナ軍は強固な防御陣地にこもるロシア軍の抵抗を排除しつつ、高密度に設置された地雷原を処理しながら遅々とした歩みを見せているが、やがて訪れる二度目の冬までに、どれほどの国土を奪還できるかが注目されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年8月24日、ウクライナ国防省情報総局 GUR のユーソフ報道官が、2014年にロシアの軍事介入によって不当に併合され実効支配されているクリミア半島において言及していたね。ユーソフ報道官は特別作戦の一環としてクリミア半島への特殊部隊による上陸作戦が行われたと発表していたな。そうだね。さて今回はそんなウクライナ軍特殊部隊がクリミア半島に上陸した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ユーソフ報道官によると GUR はウクライナ海軍の協力のもと、クリミア半島に対する特別作戦を実施し、GUR の特殊部隊がクリミア半島に上陸し目的を達成したとした上で、現在まだ作戦が進行中であるため詳細を明かすことができないが、ロシア側に損害を与えることに成功している、と述べ、特殊部隊の上陸を伴う作戦がクリミアで行われていることを示唆したよ。この前日の23日、GUR はクリミア半島の西端にあるタルカン空と岬のオレネフカ村周辺に配備されていた、ロシア軍の地対空ミサイルシステム S-400 を破壊したとして、攻撃の様子を撮影したドローンからの映像を公開して発表していたんだ。ウクライナ側のテレグラムチャンネルによると、タルカン空と岬付近で23日に7回の爆発音があったことが報告され、ロシア軍がオデーサ攻撃に使用している地対艦地対地ミサイル K300P バスチオン P と、低空及び超低空域の目標を検出して追尾しながら S300 や S400 などの地対空ミサイルに、目標データを提供する高性能レーダー 48A6K1 が破壊されたとする情報が出ていて、マリウポリ市長の顧問であるアンドリュ・シチェンコ氏もクリミア半島に配備されていたバスチオンが破壊されたと言及しているね。K300P バスチオン P はロシアがベラルーシと共同開発した沿岸防衛用の地対艦ミサイルシステムで、ユニット編成は、指揮射撃管制車両 KAMAZ43100-1 が1内視2両、支援車両1両、ランチャー車両 MZKT7934両に、弾薬運搬再装填車両4両が標準的なスタイルとされているぜ。23日の時点ではウクライナ軍がタルカン空と岬をどうやって攻撃したかについては不明だったが、ロシア側からはタルカン空と岬への攻撃は対艦ミサイルによるものであるとする情報が上がっていたよ。
その情報によれば爆発が起こる前日に GUR 特殊部隊の兵士を乗せた複数のボートが黒海で確認され、ズミイヌイ島周辺においてロシア軍が3隻のボートを破壊したが、離れた海域にいたボートを取り逃がし、このボートがタルカン空と岬から約 40km 離れた海域にあってクリミア方向を目視して航走していたというんだ。そして、ウクライナ中部のドニプロペトロウシク州のクリビーリフから発射された、2機の中国製偵察監視ドローンマジン5が黒海からクリミアに接近し、タルカン空と岬から 30km から 40km 離れた地点でロシア軍の防空システムによって迎撃されたが、その直後にウクライナの黒海沿岸から3発のミサイルが発射されたとされ、このミサイル攻撃が西側諸国から供与された。地上発射型対艦ミサイルハープーンか、ウクライナが開発した対艦巡航ミサイルネプチューンによって行われた可能性が高いとして、ウクライナは2週間前からズミイヌイ島やその東にある黒海上にある石油掘削施設に正体不明の武器を運び込んでそこから攻撃したと結んでいるってわけ。この情報が正確なものであるとするならば、ウクライナ軍は偵察監視ドローンを飛行させることによって、タルカン空と岬に配備されている防空ミサイルシステムの迎撃を誘い、その発射地点を特定した上で、ズミイヌイ島などに運び込んだとされる対艦ミサイルで攻撃する作戦であったと考えられ、GUR はその作戦によって、タルカン空と岬のオレネフカ村周辺に配備されていた S400 と高性能レーダーの破壊に成功したとも考えられ、同岬に上陸した GUR の特殊部隊が発射地点の特定に関与していたのではないかとの見方もあるな。その他にも23日の爆発と24日のウクライナ軍特殊部隊の上陸については様々な情報が乱れ飛んでいて、テレグラムの地元の情報チャンネルクリミアの現実では、タルカン空と岬近くで爆発音が響いたのは23日午前5時頃とされ、その近隣にはロシア空軍の通信技術部隊基地や防空システムのレーダー拠点があると伝えていて、さらに別のロシア側の情報チャンネルでは、上陸したウクライナ兵らは10人ほどで爆発から間もなくボートで岬を去ったとしているぜ。また、やはりテレグラムチャンネルを持つロシア BAZA というメディアでは、クリミア西端のキャンプ場に隣接した海岸において、24日の未明に所属不明のゴムボート2隻が現れ、その乗員が陸地に向かって射撃したと伝え、ボートの乗員は10人程度で射撃後にどこかに泳ぎ去ったとしているほか、同じくロシアのメディアであるショットは、海岸のキャンプ場に向けて射撃したウクライナの工作員15人から20人は、ロシア軍によって全員殺害されたとする情報を伝えているなど、情報が錯綜しているんだ。さらに、S400 やレーダーなどを攻撃した兵器についても様々な情報が錯綜していて、それぞれに反論も挙げられており、先に挙げた対艦ミサイルのハープーンやネプチューンによるとする説に対しては対空ミサイルステムを破壊するのに、対地攻撃では精度が劣る対艦ミサイルを使用するのは考えにくいとしているね。情報の中には、イギリスからウクライナに昨年中に数百発が供与された精密誘導が可能な空対地ミサイル、ブリムストーンをボートから発射したのではないかとの説があるが、ブリムストーンは航空機から発射したとしても、20km 程度の射程距離しかなく、ボート上から発射可能なプラットフォームが開発されたとの情報がないため、ありえないとする見方が多いみたい。それよりはむしろ同じくイギリスから供与されている 250km の長射程を誇る空対地ミサイルストームシャドウが、使用されたと考えるのが自然ではあるんだけど、搭載可能なミサイルの射程が最長で 350km とされる。S400 を攻撃するにはその射程内に入ることになり、ウクライナ空軍にとって何よりも貴重な航空機をそのような危険な任務に運用するとは考えにくいよね。西側のメディアや評論家などの中には、この一連の作戦が実施された日がロシアによる侵略が始まってから、ちょうど1年半であり、さらにウクライナの独立記念日に実施されたものであることから、ウクライナ軍に、クリミア半島をどこからでも攻撃できる能力があることを、アピールするための象徴的な意味合いが強いものだとする見方もあるんだ。あるいは、
ウクライナ軍が本気でクリミア半島上陸作戦を立案していて、橋頭保を確保しようとしているのではないかとの見方もあるが、十数名程度の特殊工作員を上陸させるくらいならともかく、数千、数万規模の部隊を上陸させるだけの艦艇を、ウクライナ海軍では保有していないためそれもまた考えにくいな。また、ヘルソン州の州都ヘルソン近郊で実施されているドニプロ川東岸への渡河攻撃をほのめかす動きと同様に、ヘルソン州とクリミア半島に配備されているロシア軍に対する陽動作戦であった可能性を指摘する声や、クリミア半島内のレジスタンス活動を活発化させて後方を拡乱する作戦の合図的な意味合いがあったのではないかとの見方もあるぜ。ウクライナ側では S400 などを破壊した攻撃手段を未だ明らかにしていないが、そのことによって、クリミア半島のロシア軍にウクライナ軍が何らかの長射程対地ミサイルを運用していることを匂わせ、同半島内で保有している数少ない S400 がまた破壊される恐れを生じさせることで、疑心暗鬼を生じさせてシステムを展開させず温存するように仕向けたと考えられなくもないんだ。そのことによってストームシャドウを搭載したスホイ 24M 攻撃機が活動しやすくなることから、クリミア半島やヘルソン州に展開するロシア軍部隊の後方兵站施設や、補給路の橋梁などへの攻撃が、さらに容易になるだろうとの見方も出ているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。